さん、赤ちゃん3頭目の赤ちゃんなんですね。てないもうね、ちゃんとしっかり育て上げてる経験があるので、どうかなと思って、それでこの子はもう本当生まれて30分ぐらいで立ち上がりましたね。でやっぱり次立ったらおっぱい飲むのが心配なんですけど、おっぱいを測った時でもかわいい200キロぐらいあったので、まあでもあの子は本当やんちゃですね。わんぱく気持ち悪くなる。今じゃダメそうってみんなやったら、もうねちょっとかわいそうに見えるぐらいね、傷だらけな時が、血を流してるような時があるんですけど、もうね、お母さんとね、頭ぶつけ合って遊んだり、激しい、そうです、ぶつかって、そうですね、こうやって、キバの餌だよ。今、木の葉っぱ食べてますけど、食べるよ。もうね、お母さんと同じものは何でも食べますね。かわいい。授乳も当然してますね。葉っぱも結構早い段階から食べる。きれい、落ちる。落ちてもいいんだよ。やれない。なんかここに立ちたい。ここで生まれたかった。そうです。1月の31日に生まれて、神奈川動物園で3頭目の赤ちゃんで、日本でもまだ 6頭目の赤ちゃん。すごい。行っちゃったよ。いいよ。行こう。